はい、今回ですね、500円オリパーで当たりがね、3回出るまで、引きました。で、ラインナップ見ての通りなんですけど、そのうち1個、3つは出たんですけど、そのうち1個バトライバーで確定してます。僕たちは残りの2個が何かわからない状況です。じゃあ、そんだけでいきましょう。そう、バトライバー出るときさ、写真見てもらったらわかるんですけど、なんか8枚並べてあるじゃないですか。僕ら最初それ全部出るもんだと思って回してたんですけど、まあ、1枚しか出なかったんで残念でしたって感じでしたね。ワイルドスピードってカードは確か高かったんじゃなかったっけ。でも今は安いのかな。こんな感じですね。よいしょ。はいはい。いや、微妙だ。これ500円って考えてやっぱ魂削られるよね。あ、これ格ですね。だからまあ別に格が出ても全く驚きません。出てきた時はすんげー驚きましたけど、だからなんか最近バトライバーの値段落ちてますよね。一時期5000円とかだったんですけど、さっき漫画倉庫で値段見てみたら確か3500円プラス税とかだったんで4000円ぐらいですかね。あ、だいぶ落ちたんだなと思って見てました。吸い込むのはいいですね。普通にでかい。パワードスタリオン、ダンゴもいいですね。パワードスタリオンってなんだっけ、なんかクロスしたやつが倍になるみたいな。倍倍ゲームだよね、これをクロスしたクリーチャーのパワーが2倍になるっていう。ボロボロですけど、洗濯機でやったんじゃないかって。やったろうねこれは。さあ、デュエローですね。デュエローはあれだ、ジャスティスループのループパーツに入ります。わらしベイベー、結局使われなかったな。お、いいね。バンクパンツパンツァーとワイルドサファリチャンネルですね。普通にでかい。ただ最近サファリチャンネル入ってる雪少ないんですよね。なんだったかな。お、いいね。やばいぞ。ノーマルが微妙だぞ。ガネットはまあまあか。アリビーおかしいぞ。ノースリで当たりないかな。お、ジオですね。たまにね、たまにここバゲるんだよね。気にしみだし。いやーきついきつい。妙かな。じゃあ当たりの2つ当ててみましょう。どっちからいく。どっちもいい。トップかーい。オッケーです。なるほどね。レッドゾーン4枚セット。セット。これは普通にいいですね。最後に入ってるものでちょっと。3マットね。トップか。ああ、3マットやったよ。3マットが4枚ですね。と、ドンドドフェル。もう一度取っておきますか。ドンドドフェルはなんか器用貧乏って感じですよね。アポーディー面白いね。が多い。はい、合計で上げたパックが確か455だから、14パックか。7000円分開けました。7000円分開けて、バトライバと、レッドゾーンと、3マット。ちょっとこの辺価値あんま覚えてないんですけど、3マット、まあ、1枚確か4枚あれば多分2500円ぐらいしたはずなんですよ。レッドゾーンも確かそれぐらいしたはずなんですよね。で、バトライバがまあ3000円ぐらいなので、まあ8000円ぐらいですかね。8000円プラスこれなんで、マードですね。マードです。ちょっともうちょいなんか、バクチがしたかったね、俺らは。なんか、俺らの予想ではこれがあれだったから。写真の8枚だったからね。1枚いくらぐらいね。まあ、オリパに期待するもあれだけど。